いやいや、花はいないんだ。フランク、お帰り。ベルトじゃ大活躍してくれたそうじゃん。あら、それより一つ聞きたいんだ。ビクトリアの話は本当か？ああ、どっかの男と駆け落ちしちまった。先週そいつと結婚したよ。じゃあ終わりだな。今までは何だったんだ。あいつのために頑張ってきたのに。駆け落ちとはな。諸君は私の活躍を取材しにわざわざ集まってくれた。この顔も一面トップに乗ることだろう。ね、フランク、確かに私は今や時の人ヒーローだが、しかしその胸の内はどれほど深く傷ついているか。フランク、お前さん違うんだって。連中のお目当てはロックスターだ。はい、どうも、出てきました。ものすごい歓声です。結婚式あいつ何を着ていた？どんなこと聞いてどうするんだ。ビクトリアのことはもう忘れろ。そう簡単に忘れられるもんじゃないだろう。男の方はどうなんだ？どんな奴か聞いてるか？知らないよ。ただオリンピック選手とは言ってたよ。あっちの方もすご腕なんだと。なあ、疲れてるんだ。後にしてくれ。いやあ、ご苦労だったな、フランク。ベイルートじゃ随分活躍したそうだ。それより電話の話は本当ですか？ビクトリアに新しい男ができたって。言いにくいんだが、先週結婚したよ。すっぱり思い切るんだな。また振られたか。散々見つがしといてこのざまだ。ブレスレットだってプレゼントしたばっかりなんだ。手錠を改造してる。言っとくけどね、俺が喜んで愛想を振りまくと思ったら大間違いだぜ。寄ってたかって俺を有名人にしようって腹だろう。いや、フランク、その挙句に政治家にでも担ぎ出そうって魂胆かい？よし、やってやろうじゃないの。当選の暁には福祉の充実を。フランク、君じゃないんだよ。え？ロック歌手が乗ってたんだよ。天平するのくせにいい女だったよな。いい年こいて終わったことをうじうじ気にするんじゃないよ。俺だって忘れたいですよ、チーフ。それで相手の男はどんなやつでした？どうって？オリンピックには必ず出かけるそうだ。ゴールのテープ持ちにな。信じていたんだ。心底惚れてとことん尽くした。だが忘れるしかない。だから休暇を取ってベイルートでなんとか気持ちを沈めようとしてみたんだ。しかし難しい。何を見てもあいつのどこかを思い出してしまう。所詮警官と女は結びつかないんだな。あ、ノードバーグはどうだ？知らせを聞いて飛んできたんだ。なんとか生命維持装置で生きてるけど、医者の話じゃ助かるかどうかは五分五分だそうだ。その五分五分も1割の確率だ。恥ずかしいけど正直あの女に惚れ込んでたんですよ。毎日目の前真っ暗、思わず停電したんじゃないかと思って電力会社に電話したぐらいなんですからね。辛いな。ガスタンク見たってみんな彼女に見えちまうんだから。後で泣きついてきても許さないからね。あのところでノードバーグですが、怪我ひどいんですか？生命維持装置のおかげでなんとか生きてる。とは言ってもまず助かる見込みはないだろう。医者が葬式の相談したいと言ってたから。奥さん、腕の方はなんとか治せると思いますよ。命の保証はできませんが。やっぱり来てくれたのね。もちろんさ、空港からすっ飛んできたんだ。どうもありがとう。いやいや、でノードバーグはここにいるよ。ほら、ほら、そうか。ノードバーグ、俺だ。フランクだよ、わかるか。ちょっと来い。ちょっと、ベッドの下、ベッドの下。ノードバーグ、聞こえるか？俺だ。誰にやられた？ I love you。 え、そんなお前こんなところで誰にやられたんだ？船だ、船。ああ、船だな。船に乗ろう。そうすりゃこんな傷すぐに治るさ。去年みたいに二人でクルージングしような。違う、役だ。あ、看護婦さん、
早く薬を注射してやって。傷が痛むらしいん。違う。ほら早く注射。違う。ヘロインだ。ヘロインだよフランク。今ちょっと難しい注文だな。2、3日くれればなんとかなるかも。かわいそうに見てられないわ。こんなに優しくていい人なのに、誰にも好かれてたのに。一体誰がこんなこと。まだわからないんだ。どっかのイカれたチンピラか、ゆすり屋か、浮気相手の亭主か、ホムの愛人か。なんかいい加減にしないか。優秀な警官が卑怯な悪党に何の言われもなくやられるとは。そんなことじゃ死ねんよ。いやいや全くだ。パラシュートが開かずに死ぬなんていうのは勇壮だけどな。じゃなきゃ戦車に引かれるとか、急所を犬に食いちぎられるなんていうのも壮絶でいいじゃない。フランク、どうしたらいいの。心配いらんよ。ご亭主は必ず良くなる。弱気は禁物だ。信じるんだよ。絶対に良くなるってね。悪いことは一切考えないことだ。その通りだよ。けど臓器提供の登録は今のうちにしといた方がいいね。大丈夫だよイルマ。傷が治ったらいつでも警察に戻れるようにしてあるから。意識不明のままでは辛いものがあるな。それよりノードバーグがなぜあの晩港へ行ったのか、何か心当たりはある？いいえ。でもこんなものがあったわ、引き出しに、うん、写真か。 I love you のカラカス発パナマ船籍らしいな。さっきノードバーグが言った I love you ってのはこの船の名前だったんだ。おかしいと思ったんだ。そうか、調べた方がいいな。じゃあできるだけ人員を出してくれ。そりゃ無理だよ。エリザベス女王が来るんで賞を挙げて警備に当てなきゃならないんだ。余分なのは一人もいないよ。任せてくれ。誰がやったか知らんが、星は必ずとっ捕まえてやる。一時も無駄にはしないぞ。よし、なんか食いに行こうか。そうだな。よかったですね。ご主人の腕なんとか治りそうですよ。死んじゃうだろうけど。フランク、来てくれてありがとう。人の女房でもこの感触はいいんだ。もうどうしていいか。大丈夫大丈夫。ノードバーグはここに寝てるだろうが。おお、これか。うん、ノードバーグ、俺だよ。フランクだ、聞こえるか。大丈夫だ、慌てるな。ベッドだ。おい、そっちほら、ベッドの下のスイッチを押せ。ノードバーグ、俺だ、フランクだ。誰にやられた？ I love you。 ね、俺くどいてどうするんだよ。誰にやられた？船だ、船。そうか、船にやられたのか。じゃあボスは大型タンカーだな。すると手先はポンポン船になるか。違う、ヤクだ。看護婦さん、こちらの患者薬が欲しいって言ってるぜ。かわいそうで見てられんよ。麻薬だ、ヘロインだよ。ヘロインだ、フランク。そんな大声でねだるなよ。2、3日したら持ってきてやるからな。どうしてこんなことに。ノードバーグがどんな悪いことをしたっていうの。正義のためにやったのに教えて。誰が主人を撃ったの。それが分からんのですよ。犯人像を絞るのは非常に難しい。マフィアかテロリストか単なるホモか。刺激するようなこと言うな。まったく、ガス工事と刑事の仕事はもっと安全にできないもんですかね。無理な注文だな。割の合わない仕事だ。ある刑事は列車に潜り込んだはいいけど、煙突にまで潜り込んで大やけど、張り込みの最中ブルドーザーに引かれたのもいるんだから。そんなひどい、ひどすぎるわ。そう興奮しないで。何はともあれ息だけはあるんだから、きっと助かるよ。物事いい方に考えなくちゃ。ご主人はそう簡単には死なないよ。そういうこと。今のうち臓器を高く売り飛ばす算段でも考えるとか。すぐそんなこと言うんだから。辛いけどしっかり看病して、一日も早く仕事に戻してください。大丈夫、きっと治るさ。植物人間でもいいじゃない。あ、ところで奥さん、どうして昨夜ノードバーグが不当へ行ったか心当たりありませんか？ないわ。あ、
でもこんなものが、見てください、うちにあったんです。ん、写真か。 I love you カラカス発、これはパナマの船だ。ノードバーグがさっき I love you って言ったのはこの船のことだったのか。私も気づきました、今。その船洗ってみるか。たわしで洗うんですか、それともモップ。エリザベス女王がこのロサンゼルスに来るって時にバカなこと言ってんじゃないよ。調べるんだよ船を。奥さん心配しないで、どんな大物がこの国に来ようと、犯人が誰だろうと、必ず星を挙げてみせます。ご主人の命日までに。またそれ。クラシックな絵に見るような美しいブロンドの髪、なよやかにしなうボディ、思わず震えつきたくなるような脚線美、ケツにビリビリとしびれがくる色っぽい流し目、いやこれは深入りしそうな予感。結構なお毛並みで。ありがとう、私が作った剥製なの。ああよし、私が元。この一冊で全部わかると思うわ。第32不当の罪と従業員の名簿。ありがとう。警察の仕事って危険なんでしょ。だからでかい銃をいつもぶる下げておる。間違って暴発したりなんてことはない。昔はしょっちゅうだった。予防する方法は。シャワーで冷やす。いやなかなか洒落たブレスレットだな。あら、いつの間にか足の方へ。それじゃあこれはなるべく早く調べて明日返せばいいかな。ええ結構よ。でもごゆっくり、こちらはいつでも構わないわ。ありがとう。それじゃ何かお返しをしたいな。あそうだ、夕食でもどう。ホルモン料理のうまい店を知っているんだが。お気持ちは嬉しいけど今日は早く休みたいの。明日はホルモン料理の店に行かなきゃならないので。あなるほど、じゃあ諦めようっと。またのチャンスに。または得意技で。いろいろとお世話さん、どうもありがとう。すごい美人もいたもんだ。あのブロンドで首を絞められて、あの腰に足絡ませて、一日中しゃぶっていたい、あの細い足の指。どうもこの中年になると表現が露骨になっていけないな。もう何か始まりそうな予感がする。見事な毛ですな。ありがとう。あまり人にお見せしないのよ。そうでしょうな、これはすごい。刑事さんが探してらっしゃるのこれじゃないかしら。不当の船舶リストと雇用者の記録。すまないね。刑事をやってて苦労するのは何。犯人が美人だとぼーっとしちまって。犯人が強い男の場合は。殴られてぼーっとする。そういう時はどうなさるの。うち帰って寝ちまう。その足首に巻いてるのは何。あこれ靴下止めがずり落ちたの。ところで君、一日この書類を貸してもらえるかね。明日中には返せると思う。どうぞお持ちになって。急がなくても結構よ、見終わったら返してください。それはありがたい。何か骨を折ってもらったお礼がしたいんだがね。夕飯でも一緒にどうかね。いいレストランを知ってるんだよ、立ち食いだけど。ごめんなさい、ご好意は嬉しいんだけど、あいにく今日は友達と約束があるしね。明日は美容院の予約が入れてあるの。それは残念だ。では次の機会に。もう諦めちゃうの。男は諦めが肝心。それでは失礼。いろいろありがとう、スペンサー君。